いい子だ、影。大変です。日吉の湯につながる橋が猛虎に奪われました。往来の多い橋を奪えば日吉を攻めやすいからな。よし、様子を見に行こう。ありがとうございます。行くぞ。行ってこい。あつちゃくさ、いわさっちゃくさ。しっかりしろ。必ず助けるからな。やめろ、けだものどもめ。これだって泣きお侍様。橋を渡れないのです。どうした。日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら猛虎が谷で待っていて下から矢を射い始めたのです。怪我人が。文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。
戦に勝つためだ。지금하라고응어찌빨리떠서네게뭐있어너못다잡다加減はせんぞ。発射薬局。Samurai kolot buhtil bolotno. Hier bist du jetzt.これで最後だ。文太を助けねば。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。
兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。お前がいてよかった。走れ。血を抜け。ジャンパン。Just bet it.
一番手は誰だ。てこい。
Hinlen, harak bui buat. Yasrageru yo negau. Here!
お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。酒井様、影さあ。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。争いの後だ。殺せ。
何者かが押し入ったか。なんとむごい。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。荒らされているが、争った様子はない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。騎兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。